全国の大道芸ファンの皆さん、ご機嫌いかがでしたでしょうか。私、日本大道芸を愛する会副会長のパラダイス山本です。今日はロンドンピカデリーサーカスエロスの像の前に来ております。なんともですね、エリザベス女王ですよね。はい、エリザベス女王の足元にこう皆さんお金を入れていきます。こうやって一緒にですね、記念撮影に応じるわけなんですが、この方ですね、1ポンド以下、1ペンスとか2ペンスとか入れちゃってるんですね。そうすると投げちゃうっていうね、たくさん、すごいたくさん投げてる。なんこの気持ち悪い動きが、あ、わかりました。入れます。はい。これでいいですかね。セーフ。これすごいな、でもな。どんな顔してるんだろう、中の人。この動き、ほんと気持ち悪いな。あ、なんかね、お金を入れないで取ろうとすると、顔隠してオカン取って、拒否ってるって。プロだな。